はいどうも B 賞です。えー、今日はスターウォーズエピソード6シリーズの新作ホットイズ、ハンソロについてフィギュアのプレビューと予約情報を紹介していきます。普段このチャンネルではホットイズを中心にフィギュアのレビューやカスタム動画を投稿しているので、ホットイズやインアーツといった6分の1スケールフィギュアに興味の方はぜひチャンネル登録お願いします。カスタムラインについては X だったり、インスタグラムのディムからメッセージをお願いします。はい、ということで今回新たにスターウォーズエピソード6シリーズのハンソロがホットイズから発表されました。でも発表直後には僕もま X で画像を投稿したりとか、まあ、YouTube のコミュニティの方にも画像を載せたりしていたんですけど、X のタイ 悪いい意意見見とがが交互にに出ててくくるるらはね今回賛否分かれな印象まあ、そういう風なタイムライン見ていてね、まあ、かなり面白かったなと思いましたね。まあ、すでに国内でも予約が開始されているということで、まあ、予約情報についても今回ね、紹介をしていくんですけど、まあ、個人的にもこのフィギュア思うところがいくつかあるので、まずはフィギュアのプレビューからしていこうと思います。ということで、まあ、今作、エピソード6のね、まあ、かなり昔、1980年代くらいの姿なのかなと思うんですけど、まあ、その頃のハンソロ、まあ、ハリソン・フォードをね、再現しているということで、まだ若めの頃をね、再現しているとは思うんですけど、ヘッドのクオリティについては、 まあ正直今微妙なのかなと思いましたね。ただしまあ微妙なのは髪型であって、顔についてはまあす。ごくよくできてるのかなと思いますし、とてもね。似てるんじゃないかなと個人的には思いましたね。まあ、ただし、今言った通り、髪型についてはちょっと微妙というか、まあ、もう少しボリュームを落とした方がいいのかなという風には感じましたね。まあ、顔の造形だけについて言えば、肌の質感だったりとか、このおでこのシアとかね。本当によく似てると思いますし、今回眼球可動のギミックもあるということで、表情をつけたりとかね。そういったところもとてもいいヘッドにはなっていると思います。ただし、髪型の違和感がすごい大きいのかなとは思うんですけど。少し。 毛顔にも見えるんですよね、まあ、特に今回この髪型については、ま、かなりね、ボリューミーにはなっているんですけれども、まあ、実際映画で見てみると、ここまでボリューミーではないというか、ハゲてるとかね、そういったわけではもちろんないんですけど、ちょっと髪型がイメージとは違うのかなというふうには感じましたね。まあ、確かにおじさんの顔の造形とかね、めちゃめちゃうまいなとは思いますし、まあ、最近同じようなことを感じたもので言うと、まあ、映画フラッシュに出てきた、マイケル・キートマン・バッツもね、同じようなことを感じたんですけど、まあ、あのキャラクターについても結構年がいっていて、まあ、頭もね、ハ、ま、ゲ、あ、てるとは言わないまでも、ま、あそこまで髪の毛にボリュームがなかったりとか、そういったことはちょっと最近の 気ににななるとところかなと、まあ、個人的には思っていていもちろんん造形ののののの中でで髪の毛のボリュームを、ね、再現するといいううはめちゃめちちちゃゃ難しいのかなと思うんですけれども、まあ、ちょっと今作についても髪の毛のボリュームについては、まあ、修正してもいいのかなというふうには思いましたね。まあ、X のタイムラインだったりとか海外の反応なんかを見ていてもかなり意見分かれていたと思うんですけど、まあ、顔はいいけど髪型がちょっとイマイチだなとか、まあ、そういった意見は僕の中ではね、結構目にしたかなと思っているので、そういったところね、ホットトイズがどういうふうに修正していってくれるかわからないんですけれども、修正されるんであれば、まぁ、ぜひね、修正してほしいポイントかなというふうには思いました。はいで コスチュームについてはまあ、このシルエットとかはね、めちゃめちゃかっこいいなと思いますね。ますし、まあ、おそらくね、こういったコートの縁の部分にはワイヤーが入っていたりとかね、まあ、ポージングする上でもかなり重要なポイントっていうのは押さえてくれると思うので、そういったところはね、かなりかっこよくディスプレイできるんじゃないかなというふうには思いましたね。まあ、コートを見てもこの表面に、まちょっとギリースーツのような緑と茶色のペイントがあったりとか、まあ、単純に汚れてるだけかもしれないんですけど、映画でもあった森に紛れることができるような カラーリングのコートがめちゃめちちゃゃゃかかっこいいいいんじゃないかなとは思いましたね、まあ、ハンソロといえばね、このベストスーツの姿もね、かなり印象的だと思うんですけど、まあ、白いシャツに黒いベストを羽織っていて、まあ、下半身はパンツにロングブーツスタイルということで、まあ、こういった着こなしも、スターウォーズらしいというか、まあ、ハンソロらしくて、めちゃめちゃかっこいいポイントかなというふうには思いましたね。まあ、ベストには大きなポッケがデザインされていたりとか、まあ、腰についている革ベルト、まあ、ホルスターもね、ついていたりするんですけど、その部分には、ブラスターピストルを収納できたりとかね、そういったところもかなりよく再現されているのかなというふうには思いましたね。まあ、足元にはブーツを履いて いるんですけどこのブーーツについてはシームレスなななががらもも足首はちゃんとととしたりとかかういいい域にににはは特問題の思います、まあ、スターウォーズシリーズで言うと結構ね、こういったブーツのキャラクター多いかなと思っていて、例えば僕が持っているものでも、まあ、ルーク・スカイウォーカーとかね、そういったキャラクターでもこのタイプのブーツを履いていたりするんですけど、まあ、ちょっとルークについては合皮なので、まあ、この半ソロのブーツがね、どうなるかわからないんですけど、できればなるべく劣化しないような素材で作ってくれると嬉しいのかなというふうには思いました。でも付属品についてはかなりシンプルなものになっているんですけど、今回ハンドパーツがこれまでと新しい 欲しいものになっているという記載があったりもするので、そういったところはちょっとね。楽しみかなという風には思いましたね。一応、種類的には3種類か4種類くらいのハンドパーツにはなっているらしいんですけど、まあ、ちょっと造形が細かくなっているのか、まあ、ホットアイズが今回ね。押している部分でもあるので、まあ、その部分はね。楽しみにしたいかなという風うには思います。まあ、逆に言うとそれまではね。ちょっと回収してくれないのかなという感じもするんですけど。まあ、最近紹介したギルガメッシュのホットアイズなんかを見ていても個体差かもしれないんですけど、まあ、若干これまでよりもハンドパーツのクオリティが上がっているなという風うに感じたりもしたので、是非まだ見てない方はね。そのギルガメッシュのレビュー動画を見て欲しいんですけど。 今後またねホットイーズについてはそういった細かいところでもクオリティアップしてくれるとファンとしてはねこれも嬉しいポイントかなというふうには思います。まあ、この画像にもあるように手に手を置いていると思うんですけどこの手の質感だったりとかねめちゃめちゃリアルに見えると思いますしちょっとむくんでいるというかおじさんらしい肉厚な手の質感っていうんですかねそういったところもとてもよく再現されているポイントだと僕は思いました。まあ、ただねせっかく新しくするんであればまあ、手首の先ぐらいまではねまあ、造形したりだとかまあ、インアウトのように肘から先の交換パーツにしたりとかねある程度ポージングについては制限されてしまうんですけどそういった細かいところまで 何かしら新しいものを取り入れてくれると、まあ、目新しさもあって、面白いのかなというふうには思いました。まあ,あ、とは、ブラスターピストルも付属しているんですけど、本当に武器についてはこの一丁だけとなっているので、まあ、これだけでもかなり半ソロのイメージに合うようなポージングができると思うんですけど、まあ、ちょっと付属品自体は少ないのかなという印象です。そして、台座についてはジューラム台座のようなものになっていて、帝国の基地がある森というんですかね、まあ、ラストシーンの方でも、まあ、そこで宴を上げるようなシーンがあったと思うんですけど、その森の中をイメージしているようなジューラム台座の台座が一つ付属しているようです。ちょっと高さがあったりとか、陰形の台座ということで、まあ、ポージングとかディスプレ これには少し向かないのかなという気もするんですけれども、まあ、スターウォーズシリーズで言うと結構ね、ジュラマダイザが多かったりとか、他のフィギュアでもこういった丸い台座っていうのはね、これまで,でも数多くあったと思うので、まあ、そういったものと統一感も出せるという意味であれば、とてもいいデザインになっているのかなというふうには思いましたね、まあ。葉っぱ焼き、あとはま石とかもね、造形されていたりとか、まあ、そういったところまでね、かなり細かく作り込まれているのかなという印象です、はい。それでは続いて国内の予約情報について紹介していきます。まあ、現在すでに国内トイサピエンスとスタッチトイズの方で予約情報解禁されているので、まあ、今回もね、いつも通りその二つのサイトを比較しながら紹介して ま,まず、トイサペンスなんですけど、トイサペンスでは、通常価格4万9000円となっていて、予約価格ではそこから10%の4万4000円の予約開始となっています。発売時期については、2025年の3月頃発売予定となっているようです。そして、スタチトイズについては、販売価格4万420円となっていて、発売時期は2025年の7月頃発売予定となっています。発売時期については、まあ、これ前通り、両サイドかなりね、差があったりするんですけど、実際発売されてみないと、どっちが早いとかね、そういったことちょっとわからないと思うので、まあ、一旦そこについてはね、本当ん参考程度に考えた方がいいのかなというふうには思います。 ていま,すまあ、値段についても今回4000円くらいの差となりましたね。まあ、通常販売開始されると、まあ、1万円くらい差が開いてしまうんですけれども、さすがにそこまで残して買う方っていうのはね、あまり少ないのかなという気もしますし、だいたいその後になると、まあ、トイサペンスではもう在庫がないというようなね、状況になっていると思うので、予約の値段で比べると、まあ、たい4000円くらいの差ということでね、まあ、今回少し差があるかなという感じですね。まあ、最近、スタッチトイズとトイサペンスの間でも,も2000円だったりとか、まあ、1000円くらいとかね、結構差が縮まっていたのかなという感じもするんですけど、まあ、久しぶりに4000円くらい離れているということで、まあ、そこはいつも使ってるサイズだったりとか、 安い方を優先するとかね、そういったところはまあご自身の判断で予約していただければなというふうに思います。まあ最近で言うとまあやっぱり僕自身はスタジーイズが予約の中心ではあるんですけど、まあ、結構ヤフー系のサイトなんかもねいいなと思っていて、まあ、デラックス版とか通常版があったりするとあまりお得に感じないこともあるんですけど、まあ結構ヤフーショッピングだったりとか、まあ、発売後にヤフーフリマの方でスイズ買うとかそういったこともちょっと増えてきたんですよね。まあ、というのも僕自身ねペイペイとかそういうのを結構ね利用しているんですけど、ヤフーショッピングだとセールの時に予約すれば、まあ支払い自体は早い段階での支払いになると思うんですけど。 ま、ポイントで4、5千円くらいね、ホットイズあれば帰ってきたりとか、あとはまあ、ペイペイフリマについても、まあ、今はやってないかもしれないんですけど、ホットイズくらいの値段になると5千円オフのクーポンが出ていたりとか、まあ、自分自身が出品する上でも、まあ、手数料が5%あったりね、他のフリマサイトよりも結構お得に買えたりとか、そういったこともあると思うので、そういったサイトを利用したことないという方はぜひね、フリマサイト、まあ、特に僕の中ではペイペイフリマがおすすめなので、そういったサイトで購入することもね、まあ、検討してくれると、まあ、いいのかなというふうに思います。最近やっぱりホットイズも値上がりしていたりとか、まあ、欲しいフィギュアあっても高くて買えないとかね そういった方もいると思うので、まあ、ギリギリ買うか買わないか迷うくらいであれば、ちょっとでも安い方で買ったりとか、まあ、そういったところはね。工夫していただければなという風に思います。はい、ということで、今日はスターウォーズエピソード6シリーズの新作トイズハンソレについて、フィギュアのプレビューと予約情報を紹介しました。まあ、このプロトタイプを見る限り、まあ、このフィギュアの出来については総合的にはねかなりいいフィギュアになっていると思うんですけど、やっぱりヘッドについてはね。特にこの髪型については、僕個人的には改善していってほしい。ポイントかなという風うに思います。まあ、最近で言うとスーパーガールなんかも同じようなこと言われていた気もするんですけど、まあ、ちゃんと混み込んでみた時は？ されていたりとか、サイレントでの修正にはなるんですけど、このところ修正されているホットトイーズもあるようなので、そういった意見がある方はね、ぜひホットトイーズの公式フェイスブックだったりとか、Instagram にコメント書いてあげると、もしかすると直してくれるなんてこともね、あるかもしれないので、積極的にね、意見がある方はね、行ってみた方がいいのかなというふうには思います。僕自身もね、結構意見言ったりとか、特にインアドとかはね、そういったところかなり意見拾ってくれたりもするので、本当にね、何かメーカーに要望があるとか、そういったことがあれば、直接コンタクトを取ってみると、ま結構面白いことになったりもすると思うので。 まあそういったこともね、コレクションする上で、まあ僕自身はお勧めしたいかなというふうに思います。ということで、この動画参考になったり、いいなと思った方はぜひチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。まあ、概要欄に僕の X だったり、インスタグラムのリンクもあるので、そちらのフォローもぜひよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。